お前たちは。そっちの目論見通り来てやったわよ。効果力捕らえられまい。効果力効果力効果力話にならないわね。町人を避難させてる。やっぱり罠か。おお、まさか助けに来てくれるとは。お主、意外にいいゴーマだったんじゃな。あなたが監獄刀を出したゴーマですか？だったら？オスカーを傷つけた罪、楽に死ねると思うな！かかってきなさい、タイマスとも！気によって助け出してる！その女の左手に注意なさい！好きにさせん！効果点！そこよ！見切れるか！見切れるか！見切れるか！そこよ呪い、スイヤー、そこよ呪い、スイヤー、そこよ成敗、そこよ。どうした、この程度か。ゴーマ二人くらい止めてみせろ。次、そこよ呪い、スイヤー、そこよ呪い、スイヤー、効果陣、効果陣、呪い、スイヤー、効果陣、捕らえられまい、捕らえられまい、封じ、引きにさせる、引きにさせる、呪い。さあ、次に切られたいのはどいつだ。全タイマシを集結させよ。呪い、効果陣、効果陣、攻めを緩めるな。一気に押し込め。耐えろよベルベット。あんたこそね、効果陣、効果陣、その程度で。そこよ呪い、スイヤ、効果陣、スイヤ。大した生命力ですが、すぐに後悔させてあげましょう。二号、自分でとどめをさせないのか、臆病者。挑発には乗りません。お前の左手は油断ならない。それに汚らわしいゴーマの処理に道具を使うのは当然でしょう。じゃあ私も道具を使うわ。縁石に硫黄と油。それ爆発する。貴様、倉庫の縁石を。ろくろ！承知！こら！わしも連れて行け！何をしている！追いなさい！テレサ様！船が！港が！全部燃えちまうよ！二頭タイマシは消火に当たれ！準備はできてるぜ。
逃がさない。お前だけは。二の方、なんと卑劣な手を。ゴーマに説教は通じないわよ。ならばその命で償え。呪い、死と風よ。さて、フーダです。捕らえられまい、フーディッキ。喰らいなさい。捕らえられまい、生きれるか。そこよ、呪い。そこよ、呪い。死にさせ。呪い。捕らえられまい、捕らえられまい。捕らえられまい、フーディ。捕らえられまい、本敵退散。見切れるか。一の方、風神拳。呪い、スリア。スリア、風神拳。呪い、スリア。くらいなさい。呪い、見切れるか。捕らえられない。二の方、そこよ。呪い、スリア。無駄です。かわせますか。捕らえられない。見切れるか、見切れるか。かわせますか。捕らえられない、捕らえられない。無駄です。そこよ。呪い、捕らえられない。負けるわけには。オスカー、一刀対魔神テレサの名において命じます。やりなさい、二号。そやつ自爆する気じゃぞ。あなたがゴーマだったとは。涙目対魔神か。誰か。まずいぞ、一刀二人相手は。命令よ、あいつらを吹き飛ばせ。さもないとあんたを食らう。やつら、何の恨みがあってこんなことを。終わりだ、ヘラビーサー。もう、おのれ、よくも。なんというゴーマだ。聖霊本部、アルトリウス様に報告しなければ。なんとかうまくいったな。若干おまけがついたが。おまけ？あ、ベルベットのおやつ代わりにはちょうど良さそうじゃな。おやつ。冗談だからな。うん、それが命令なら。いいのか、連れて行って。この子の術は役に立つ。ヤバくなったら捨てればいいわ。じゃの、精霊なんて道具みたいなもんじゃしなあ、二が。うん。忙しそうね。全く手が足りん。急いで方角を確認して倉庫の荷も固定しないと。とりあえず帆は張ったが、ロープの結び方はこれでいいのか。多分。
ほどけなきゃ問題ないわ。目的地はローグレスよ。よろしくね。分かってるが、この人数で船を動かすのはきついぜ。どっかで船員を雇わねえとな。それにこのまま進めば。いや、景気よく燃えたの。あれでは追ってくるのは無理じゃろうな。という語できるかどうか。あんた、清涼にどこまで喋ったの？美貌の魔女が極悪非道なゴーマにさらわれていびられるエピソード2、怒りのマギルーまでじゃよ。よくわかるわ、奴らが処刑しようとした気持ち。ベルベット、方角はどうだ？見にくいわね。違うよ、持ち方。船が揺れても大丈夫な工夫。ベルベット、問題ないわよ。あんた、名前は？ニゴじゃなくて本当の名前あるでしょ。持ってみる。命令なら。どうしたいか聞いてるんだけど。答えるのが命令？そうよね。命令すれば自爆だってするのがあんたたち。それが精霊。やっぱり道具か。なら余計な口聞かないで。何？後方から砲撃！海賊船だ！あの旗は、まさか、アイフリード海賊団！バッチリ狙いをつけられてるぞ！海の上でやり合うのは、きっとヤバそうじゃのう！陸につけて、丘で迎え撃つ！本当にゴーマの集団だ。これは使えるかもな。ゴーマと知ってやるか。イカれた奴らだな。陸の上なら容赦はせんぞ。命令よ、ニゴ。こいつらを蹴散らせ。おっと、相手は俺たちじゃないぜ。俺だ。精霊？いいや、死神だ。封じ！なんなのこいつは！精霊が海賊をやってるのか！ペンデュラム使いはいないようだ。呪い！やばいか。好きにさせ！捕らえられまい！生きれるか！そこよ、呪い、封じ、降下陣、呪い、こいつ、見切れるか、呪い、生きれるか、そこよ、呪い、ほら、見切った、逃がすかよ、封じ、封じ、好きにさせん、好きにさせん、捕らえられない、そこよ、呪い、合格だ、力を貸せ。はあ、ずいぶん勝手な言い草ね。エラビーサを燃やした奴らほどじゃない。知ってて試したのか。ついでに助けてもいる。
あのまま進めばボーティガンの開門に潰されていた。あんたらミッドガンド領に向かってるんだろ。それにはこの先の海峡を通らなきゃならないけど、そこは王国の要塞が封鎖してるんだ。文字通り巨大なもんでね。そんな要塞が。事実なら借りができたな。俺たちも開門を抜けたいが戦力が足りない。協力しろ。海賊の言うことを真に受けるほどバカじゃない。自分の目で確かめるか。いいだろう。命を捨てるのも自由だ。なんじゃ、断ってもいいのか。お前たちはお前たちで、俺たちは俺たちでやる。それだけのことだ。けど副長一人じゃ。やっぱり俺たちも一緒に。足手まといだ。お前らは計画通りヴァン・エルティア号を動かせ。私には後悔も戦いも手伝え、見守ることしかしたくないんじゃ。でしょうね。ダイル、ボーティガンの開門ってのはそれほどのものなのか。警備艦隊付きの大要塞だ。何よりでっけえ門がついててな。あれを閉じられたら戦艦だって突破は無理だ。海峡を避けて王都へ行く航路はあるにはあるが、外洋を大回りすることになる。無理に進んでも遭難するだけだ。あんたたち何をする気なの。言った通り開門を抜けるのさ。手伝わない奴にはこれ以上言えないね。できるの。副長ならやってくれる。ずいぶん信頼してるんだな。あいつは精霊だろ。そんなの関係ない。副長はうちの船長が認めた男なんだ。あんたたちなら海峡を避けて航海できるでしょ。今は無理だ。前の襲撃で仲間と羅針盤をやられちまったからな。羅針盤。何より俺たちは海賊だ。行く手を塞がれたからって引き下がれるかよ。それが海賊か。利害は一致してる。海賊たちと手を組むしかなさそうね。まあな、進むも破滅、引くのも無理なら抜け道にかけるしかあるまいって。手伝う気ないくせに。当然の。あの精霊はただものじゃない。まだ力を隠している気がするが。坊も同じ精霊じゃろ。何かわからんか。思惑があるのはお互い様よ。とにかくあいつを追う。
言っても無駄だろうが、アイフリード海賊団には関わらない方がいいぜ。アイフリードって言えばどんな船乗りもビビる最強最悪の海賊だ。ゴーマのくせに情けないこと言うわね。ゴーマだって怖いもんは怖い。アイフリードってやつはそんなに強いのか。そりゃもう傍若無人の喧嘩して人間なのに鬼のように強えって噂だ。仲間も命知らずの暴れん坊揃いでな。事実王国海軍を何度も返り討ちにしている。それに奴らのバンエルティアンを異大陸まで航海したっていう伝説の船なんだぜ。ほう、なかなか骨のある奴らみたいだな。それにしてもやたら詳しいわね。まあな、アイフリード海賊団の自由奔放さは海の男の憧れでもあるっつうか、なんつうか。ふーん、別にいいだろう。憧れにゴーマも人間もトカゲも関係ねえし。じゃマイナーなもんでな。楽な戦いばかりじゃ修行にならんの。いざ参る。効果陣呪い、効果陣呪い、効果陣呪い、ゼイヤ効果陣呪い、ゼイヤ効果陣呪い、効果陣呪い、ゼイヤ効果陣、効果陣、効果陣。邪魔するなら始末する。いざ参る。効果陣呪い、効果陣呪い、効果陣呪い、効果陣。はっ、逃げた。一の方、風神君。
効果点効果点呪い制御効果点一の方呪い制御捕らえられない呪い制御邪魔するなら始末するやれやれね。効果点呪い効果点呪い捕らえられない効果点捕らえられない捕らえられない効果点呪い効果点効果点呪いさあ先に進もうぜ一気に片付ける呪いだ捕らえられない効果点呪い効果点効果点呪い効果点効果点話にならないわね海賊を信じる気になったか？まさか。けど要塞を抜けた後王都まで船と船員を貸してくれるなら協力してもいい。いいだろう。な、こっちも一つ言っておくことがある。俺は周囲に不幸をもたらす死神の呪いにかかっている。千回振っても裏しか出ないほどの悪運だ。要塞を抜けようとした時も五人犠牲が出た。同行すれば何が起こるかわからんぞ。なぜそんな不利な情報を教えるの？ゴーマも理不尽に死にたくはないだろう。知った上で来るなら自己責任ということだ。どうでもいいわ。裏なら自力で表にひっくり返すだけよ。名は？ベルベット。これは2号。俺は六郎。よろしくね。アイゼンだ。要塞を攻略する策があるんでしょ？聞かせて。結論から言えば、ボーティガンの守備は鉄壁だ。海から攻めても陸から攻めても落とせない。おいおい。いや、なら同時に攻めれば。うん、そうだ。まずバンエルティア号で攻撃をかけ、警備艦隊を海峡から引きずり出す。その隙に俺たちは要塞に侵入し開門を開く。バンエルティア号は艦隊を振り切って海峡に再突入。俺たちを拾って駆け抜ける。一つ間違えれば全滅だな。けど間違えなければ勝ち目はある。
死神同伴でか。作戦はもう始まっている。行くぞ。要塞の入り口は洞窟を抜けた先だ。上水戦場効果に行く。呪い その力、興味があるな。人に勧める気はないわ。解かないと死ぬぞ。効果陣呪い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 そこや呪いゼイヤー総銀鉄呪いゼイヤーそこや呪いゼイヤー本気になるまでもなかったな。一気に片付ける。そこや呪い一の方フージン君超銀鉄呪いゼイヤー消えないで呪いゼイヤー超銀鉄呪いゼイヤー効果銀フージン君呪いゼイヤー邪魔よ捕らえられまい出せよ。勝負ありだな。刀の錆にしてやるぜ。効果陣呪いゼイヤーそこや呪いゼイヤー捕らえられまい。こいつはどうだ。こいつはどうだ。身の肩そこや呪いゼイヤー攻めればいい。そこや呪いゼイヤーそこ呪いゼイヤー封じ君切り捨てごめん。絡み合ってちぎれない。携帯用の着火剤がある。これで燃やせ。こんなところで火を使って平気？普通は平気じゃない。だが俺たちはゴーマと精霊だ。ああ普通じゃなかったわね。油断は禁物だぞ。そこや呪い捕らえられまい。そこや呪い効果陣呪い逃がすかよ。そこや呪い効果陣捕らえられまい。そこや呪い
効果で呪い次だらけだ。次はドイツだ。そこや呪い次だ。スライダーさんどうだ。無手かと思いきやすでに狂気だな。お前の切り札はいつ見せてくれるんだ。とっとと済ますぞ。そこや呪い捕らえられそこや呪い効果点呪い呪いでそこ呪い効果点呪い呪いせいや邪魔よ。そこや呪いせいや効果点効果点呪い容赦を情け一切かけない。一気に片付ける呪い捕らえられない。そこや呪い捕らえられない。効果で効果で呪いせいや。ほらこいつはどうだ。くたばったか。捕らえられない。しまいだ。そこや呪いフリップ効果で呪いせいや。勝負ありだな。解かないと死ぬぞ。そこや呪い効果点呪いせいや。次のことそこや呪いせいや。スプリットステップ3人とは死ぬか。消えないってこと。その効果点呪いせいや。効果点呪いスプリットステップ効果点3の呪い片付いたみたい。行くわよ。少年、ずいぶんおとなしいな。具合でも悪いんじゃないのか。もともとこうよ、2号は。やめろよ、2号なんてかわいそうだろ。あんたの名前の意味は。兄弟の6番目で六郎だが。それと同じよ。同じじゃないだろ。大丈夫か少年。なんで声を上げないの。気づくのが遅れてたら死んでたわよ。命令だから口を聞くなって。あれは違う。あんたはなんでそんな。落ち着けベルベット。お前大麻師に刺激されていたのか。やはりそうか。こいつは意志を封じられているんだ。本来精霊は人間と同じ心を持つ存在だ。だが大麻師どもは強制的に精霊の意志を封じ込めている。道具として使うためにな。ずっとこのままなの。わからん。大麻師の配下から脱した精霊は初めて見た。少年、困ったことがあったら言っていいんだぞ。困ったこと。大麻師が精霊の意志を封じてるって言ってたよな。ああ、
本来は人間同様、それぞれが自我を持つ存在としてずっとこの地で生きてきた。俺たちの存在を知覚できるのは大魔師のように霊能力が強い一部の人間だけだったが、あの降臨の日で変わったんだな。精霊は波の人間たちにも見えるようになり、意志を奪われ命令通りに動く道具にされた。ゴーマに対抗する術を得たと人間どもは喜び、アルトリウスの奇跡だと称えたが、精霊は物じゃない。精霊は物じゃない。物よ。うん。アルトリウスにとっては精霊もゴーマも人間もみんな五体操な断りを実現するための道具でしかない。物にしか見えないのよ、弟すら。行くわよ。そこよ。呪い効果で呪い全員。そこよ。呪い全員。効果で効果で。そこよ。呪い全員。呪い呪い呪い。そこをどけ。ディエレクス呪い。次はどいつだ。捕らえられます。ディエレクス。その力、興味があるな。人に勧める気はないわ。行くわよ。効果で呪い。行きねえか。そこよ。呪い。そこよ。呪い。行きねえか。効果でフリットステップ。効果で呪い。行きねえか。そこよ。呪い。ほら、行くぜ。行くぜ。来い。行くぜ。そこよ。呪い。効果でやれやれ。禁物だぞ。効果で呪い。そこよ。呪い。ダイヤ。反応が効果で呪い。ダイヤ。封印しろ。増減客呪い。ダイヤ。封印しろ。気合入客呪い。ダイヤ。効果でこいつはどうだ。呪い。禁物で効果で逃がせよ。気合入客呪い。やれやれ。とっとと済ますぞ。そこよ。呪い。
やれやれ。